オーブが飛んできてるぞっていうのが来て、だからバーって確認したら、はい、オーブやんってなりました。オーブこれ生き量やで。ここはもう巣窟やで、例の。ちょっと待ってどうも、カイサクです。さあ、今日なんですけども、ちょっとね、浅井さん、はい、いつもとはちょっと違うパターンの動画といいますか、はい、ちょっと僕はこれいろいろ悩んでたんですけども、やろうってことになりました。はい、あのですね、はい、まあ結構コメント欄にも来てたんですけども、うん、まあ言うてね、こう、カジサックチャンネルっていうのは結構いろんな動画をもう400本以上作ってるじゃないですか。はい、そうですね。そんな中で過去動画をこう見ていくとですね、はい、実はいくつかの動画の中に、うん、心霊現象が起こっています。拍手で合っているんですか。そうですね、拍手で果たして合っているのかっていう。そうなんですよ、はい、これね、結構実はコメント欄にめっちゃ来てるんですよ、うん、あれ何みたいな、はいはいはい、あれ対策オーブじゃないのみたいな、たくさんいただいてて、うんうん、僕も薄々違和感があったんですよ。はいはい、安田さんもね、はい、もありました。チーム対策の中でも、はい、これ何みたいなことになってたんですよ、うん、でも、はい、なんか怖いやん。そうっすね、そういうのって怖いじゃないですか。はい、見て見ぬふりしてたんですよ。はいはい、いやいやいや、ほこりほこりみたいな、はい、ほこりやろあれみたいなことになってたんですよ。うん、で、まあ、ずーっとほったらかしにしてて、はい、でね、あの年末に出した動画なんですけども、うん、島田秀平さんの手相を占ってくださった動画あったでしょ。はい、あの時も来たんですよ、うん、コメント欄にオーブが飛んできてるぞっていうのが来て、うん、そんなんあったっけって言って、うん、チームのみんな、安田も含めてチームみんなでバーって確認したら、はい、オーブやんってなりました。はい、ほったらかしであかんのちゃうかなと思って、ちょっともうほっとくない領域に来ましたね。領域に僕も島田秀平さんまで刺さりました。はい、でね、僕がちょっと考えた結果、うん、ちょっと専門家の人に調べてもらおうかなと思って。専門家、そう、要は霊能者の方。はあ、そう、実は私、カジサック大阪にいるんですけども、うん、大阪に見つけたのよ。バラモンさんっていう方やねんけど。バラモンさん、せやねん。そういう方が、お願いしたら、いいですよって、見ますよって言ってくださったから、なるほど。今日ちょっと今からバラモンさんのところに行って、はい、もうガチで行って見てもらおうかなと思って、これ何ですもん言って。マジっすか。覚悟できてます。何が すげえ悪いやつだったらどうします。やめようか。全然あると思うねん、はい、悪いのも悪いのもあると思うねんけど、はい、もし悪かったら悪かったら対処したらええやん。あ、なるほど。そう、なんか霊媒師の方とかよ、確かにやってもらうとかもちょっと先々考えていかなあかんことになるかもしれませんけども、うん、まあ、とにかくね、はい、なんか細かいのじゃいっぱいあるんですけど、うん、今回ちょっと選ばしてもらったのは2つの動画を選ばしてもらいました。はい、1個今言うたのは島田秀平さんの動画で出たオーブですよね、うん、そしてもう1個が結構前の動画になるんですけども、はい、一番好きな漫画は何みたいな動画を上げたんですよ、うん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 、ですよさん、はい、と一緒に撮った動画で、うん、もうそっちなんかえげつないもんな、うん、もうねずっとオーブ飛んでんねん。前の家なんですけど、はい、前の家ソファーのこの辺がね、はい、青白く光ったり消えたりしてるんですよ。はいはい、ひょっとしたら、うんうんうん、なんかまあコメント欄でもありましたけど、うん、魚見くんじゃないんかみたいな話、過去にもこれも動画出しました、うちの長男の当時がちょっと見えてるかもしれんみたいな動画、はい、そうじゃないのかなとかいう、うん、ほんででも引っ越してからも、うん、上から降ってきたりしてるから、はい、だから僕も怖いからさ、はい、ありえんのかなと思って試したりしたのよ。はい、ありえないのよ。じゃあごめんなさいね、見てもらう、後で見てもらいますけど、はい、上からありえない角度でありえないスピードでホコリみたいなのが落ちてんねん。ホコリやったらそんなスピードじゃないから。そうですね。まずは、うん、じゃあ島田秀平さんの、はい、動画から見てもらいます、はい、そちらの、上から落っこってくるオーブのシーンを、はい、ちょっとリプレイ込みで今から見てもらいます。皆さんこちらです、どうぞ。僕の中でですね、みんなに言うてるんじゃなくて、完全に僕の中でライバルを作って。みんなに言うてるんじゃなくて、完全に僕の中で。やばない？やばいよね。これはやばいっすよね。これはね、はい、ありえないから。あの、グニャンってなるじゃないですか、なんか。コンコン、スンって消えん、はい、コーンと落ちて。
ホコリであんなスピードないでしょ。ないですね。絶対ないでしょ。で、うちの家、あれリビングなんですけど、あんなとこにホコリ溜まれへんから、まず、上に。マジでそうっすね、これは。そうっすよ。そうっすな。そしてですね、もう一個皆さんに見てもらえて、先ほど言いました、デスヨさんとのね、一番好きな漫画動画の、これもなかなか、もう量がえぐいから、もうこれもう、うわーってこう、もうオーブがもう、お祭り騒ぎ。お祭り騒ぎしてるから、もう、マジで。まあまあごめんなさい、とりあえず見てみてください、こちらです、どうぞ。こういう企画もどうかなと思ったんですけど、まあトンボさんと、はい、私カジサックで好きな漫画1位を決めていこう、これができた。こういう企画もどうかなと思ったんですけど、まあトンボさんと、はい、私カジサックで好きな漫画1位を決めていこう、これができた。はい、発表させていただきます。はい、カジサックの一番好きな漫画は、漫画アップですよー。漫画アップですよー。やばない？これやばいよね。青いって嫌やな、ちょっと白じゃなかった、ね、白じゃないね、うっすら青いし、なんかちょっと消えたりしてんね、消えたりっていうか、ふわふわふわみたいな、あんなもう照明じゃありえないからね、はい、自分で調べてん、オーブって、グーグルで、はい、オーブとは、オーブとは、みたいな調べたら、白いオーブは大丈夫っぽいんだけどね。あー、そうなんすね。うん、僕の動画で見てるのは白いのばっかりやね。白ですね、確かに。まあ、青白もあったけど。赤がやばいとか書いてた。ちょっと今から、うん、そのバラモンさんの元へ向かって、はい、がっつり見てもらいたいと思いますんで、うん、というわけで本日もどうかお願いします。さあ、というわけで、はい、移動してきましてですね、うん、こちらがですね、あのバラモンさんの鑑定室なんですって、はい、だからもうあっち奥行ったら、はい、もうバラモンさんいらっしゃるから、はい、行きますか。緊張しますね。めっちゃ緊張してきた、はい、ていうかもう見てなんか花とかんで、そこに本当だ。ちょっと行きましょうか。はい、失礼します。はい、よろしくお願いします。お願いします。はじめ、ちょっと待って。想像より派手。バラモンさんでよろしいですか？そうです。ありがとうございます、今日は。あとはちょっといろいろお話を伺いたくてですね。はい。ちょっと、まずですね、隣座らせてもらってもいいですか？ええよ。スリムクラブばりの絵をいただきまして、ちょっといろいろ気になるとこ出てきたな。そうですね。こっちはこっちで気になるとこ出てきた。そうですね。ちょっと座らせてもらってもいいですか。どうぞ。すいません。改めまして、バラモンさんです。お願いします。いや、その格好の派手さとテンション比例してます。いや、実はですね、バラモンさんってもう結構テレビ出られてますよね。そうやね。ね、いろいろと出られて、何出てましたっけ、うん、結構出てる僕イメージがあるんですよ。いいともとか。笑っていいとも。あっこにお任せとか。あっこにお任せさんとか、もうそうそうたる。そうやね。番組に出られてるということで、今回は取材協力ありがとうございます。はい。実はですね、僕のチャンネルってまあ数々400本以上の動画上げてるんですけど、その中に、心霊現象。まあ要は、言われているのがオーブってあるじゃないですか、うん、そのオーブっていうのが僕の動画の中に映り込んでいると、はい、でそれは本当にオーブなのかどうなのか、まずそれをバラモンさんに見ていただきたくて、はい、もしそれがオーブだったんであるならばどういう影響があるのかっていう話も聞かせていただきたいなと思う。そういうのも大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。もうありえない角度からホコリみたいなものが落ちてくるんですよ、ポーンと。すいません、それだけじゃあちょっと頭に置いていただいて、はい、これ見ていただいてもいいですか？頑張りづらいと思うんで、僕の中でですね、みんなに言うてるんじゃなくて。見ました。僕の中で見ました。早っ。もう一回見ようか。ただただ見えただけで、一体何なのか分からなかったってことでよろしいですか？そうそうそう、早いからね。と思うんで、僕の中でですね、みんなに言うてるんじゃなくて、はい、僕の中でライブはどうですか？もう、わかる。えっ、ちょっと本当にぶっちゃけいいですか？僕ほんまガチなんで、今回もう本当に嘘なしでお願いします。これガチやったら、はい、これ子供の霊よ。そうなんすか？うん、子供の霊よ、これ。マジっすか？うん、まあこれオーブっていうことでよろしいですか？オーブや、これ、うん、いい霊とか悪い霊があると思うんですけども、うん、これどうなんですか？悪いことない。あ、別に悪いことはない。このパターンによっては悪いオーブもあるんですか？ある。ある。
それはちなみにどういうパターンで？あのね、不吉な動き方する。ああ、例えば、今回僕のはこうポーンじゃないですか。ポーンはね、素直やね、これはね。あ、なるほど。子供の例やから。はい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 。勢いがええねんね、子供。はい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 。大人の例ってゆっくり動くね。はあ、なるほど。大人でね、立ちの悪いのはね、はい、動きがね、異様。色とかも違うって聞いたことあるんですか？色も違う。あ、やっぱそうですか。赤い色のオーブはあんまり良くないって聞いたんですけど。良くない。色ついてるの良くない、オーブは白じゃないと。やっぱりそうなんですね。うんうんうん、あなたが霊感体質やねん。え、僕が？うん、連れてくんねん。あなたとおったら楽しいんちゃうかなと思ってついてきてるんちゃう？じゃあこの飛び方も遊んでるみたいなこと？遊んでんねん。遊んでほしいねん。これって僕はなんか答えてあげた方がいいんですか、それともこのままでいいんですか？このままでいいねん。あんまり答えてあげたら住み着くからね、家に。うちの子じゃないよいう感じでしといてあげなあかんね。霊媒師さん呼んできてなんかお祓いしてもらうとかこういうのがあんまり良くないってことですか？良くない良くない。うちには子供が4人いまして、まあせやから来んねんな。あ、それもあるんですか？うん、賑やかなとこ好きやね。で、新しい命がまた生まれるんですけど、うんうん、ひょっとしたら今度を上げてる時はもう生まれてるかもしれないんですけど、うんうんうん、子供たちに対して何か悪影響みたいなのはない？あ、それはない。あ、よかった、うん、ないんです。で、色もね、白でしょ、はいはい、変なことする例はちょっと色ついてんね、ほんと。あ、飛び方がね、また違う。なるほど、うん、こんな素直な例ないわ。へぇー、ポンってね、なんかもう、ほんま子供らしい例やわ。なるほど、ほんまっぽいな、これは。実はもう一個ありまして、はい、今見てもらった動画よりも1年以上前に住んでたとこです、うん、なんていうんだろう、変な動きというかふわふわしてるのがたくさん映ってるんですよ。なんか橋の方にちょっと色が青みがかってると言いますか、うんうん、オーブかどうかも分かんないですけど、なんかふわふわしてるんですよ、うん、やばいな、それは。怖い。もう僕も覚悟してます。もう今会話してる中でこれ多分良くないと思います、うんうん、色付きはあかんねん。まあ見るけど。ね、こういう企画もどうかなと思ったんですけど、まあ、トモさんと、はい、私カジサックで好きな漫画1位を決めていこう、これでいいと思います、うんうんうん、これね、ちょっと楽しくないですか？楽しい。僕漫画大好きなんですよ。僕も大好きです。トモさんも大好きですよね。漫画好きからすると1番ってなかなか難しいと思うんですよ、決めるの。スポコン芸だったりとか、ね、漫画だったりとか。僕も大好き。トモさんも大好きですよね。漫画好きからすると飛びまくってね。これもう、誇りではなく誇り違う。オーブ、これね、はい、男の霊と女の霊が混じってるわ。大人のね。それは男性と女性ってどうして分かるんですか？動き方がね、はい、やっぱり違うね。あ、動き方なんだ、うん、そこ、うんうん、怖いんですけど、それいいんですか悪いんですか？うん、大丈夫そうやけど、多分この家の中に霊道があるから、そこから霊道っていうのがあってね、鬼門っていうのがあってね、うん、その温度とか湿度が変わる方位があって、そこから入ってきはんねん。ああ、この家にはあったと。あって、へえ。僕のね、長男が実は数年前まで霊である人が見えてると、うん、もうお亡くなりになられているその人が見えるっていうことがあったんですね。その人はちなみに園長先生だったりするんですよ、元幼稚園の。そして男性なんですけども、その霊かどうかってのもわからないですか？それではないな。それではないと、うん、園長とかそんなんじゃなくてね、自爆霊みたいな感じやね。怖い、ちょっと待ってください、自爆霊って何でしたっけ？大丈夫でしたっけ？ダメでしたっけ？いや、ダメな場合もあんねん。ここはもう巣窟やで、霊の。ちょっと待って、悪い霊やったらね、もう大変なことになる。ちなみに家族にね、異変が起きたりとか、憑依されたりとか。なるほど。バラモンさんって除霊もできるんですか？除霊はするとね、3ヶ月寿命が縮まるのよ、だから除霊の仕方を教えてあげんね、私は。あ、自分が関わらんとね。だからお札書いてあげて貼っときやとか。なるほど。こうこうこうしやとかね。そのあと、方位磁石を置いたら、はい、動くね、霊がいてるとこって。で、湿度計がやっぱり上がったり下がったりするから、やっぱ地場の悪いとこにはそういう吹き溜まりができて、そういう霊が行ったり来たりするし、たまるね。だから洗面所とかお風呂っていうか多いのは、水気があるとこは割と寄ってくんね。なるほど、よく言いますよね。うん、だからリビング大好きやね、水気があるから。はぁ、で、人が寄るから寄りたいね。ここちなみに台所なんですよ、後ろ。あ、もうもろなんですよ。そりゃ飛ぶわな。いや、そんな、なんか水大好きやから。
ホタルみたいに言ってますけど、そんな、でも良かったです。そんなに悪くなかった。そんなに悪くない。そしてこの霊が今ついてるとかいうわけではない。ない。ああ、よかった。ああ、それ消えた。タラバラモンさん。次なんですよ。俺ね、これやべえやつだと思ってるんですよ。ソファーのところにちょっと青白いものがずっとあるんで、うん、それ見てください。はい、行きます。漫画は、漫画アップですよですよ、さん。もうほんまに、あの、僕もトンボさんもそうなんですけど、今、一番視聴者さんが、もういいってってなってると思うんですよ、はい、ですよさん。はい。ね、安心します。これあかんで。あかんパターンや。ちょっとごめんなさい。どういうことですか。これ、生き量やで。念を感じるね。いいんですか、悪いんですか。悪いよ。よくないもんな、生き量は。生きとるからね。肉体があるからね。で、はい、木だけがここに集結してんねや。生き量怖いよ。まだ死霊の方がマシよ。それは手は打てるんですか。打てる。どういう手は打てるんですか。マジナイフ書いてあげる。生き量用のお札を書いてあげる。引っ越ししてから、しばらく動画も上げてるんですけど、そこには映ってなかったりするんですけど、ただうまいこと逃げたんちゃう、あなたが。浮き溜まりになるような家とか仮想悪かったら、はいはい、霊とか生き量がもううじょうじょう、もう巣窟になるわけよ。はい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 。これ立ち悪いよ大概。これそうなんですか。ここに住んでないからもういいけど、はい、新しいとこで出んようにしてお札貼っとかなあかんね。お願いします。お札書きますよ。ありがとうございます。書くよ、大丈夫よ。リアルやな、なんかバラモンさん。そう、はい。で、見えるもん、しゃあない。お札書くしかしゃあないやん、もうな。バンドエイド反応と一緒やんか、怪我したら。そのお札って聞くんですね。聞くよ。うん、あの、縁の行者が考えたやつやから、あの、平安時代のね、はい、縁の行者がこう、修行しながら、荒行して作ったやつやから、よう聞くで。バモンさん、お願いします。わかりました。いやー、はい、本当になんやろう、うん、やってよかったな、うん、でも想像以上にリアルやったというか。そうっすね。やったんですけど、はい、書いてくれました。はい、こちらお札です。うん、すごないこれ。すごい。はい、うん、実際今書いてくれました。はい、これをあの、まあ、リビングなりどっかに、まあ、目立たないところに置いてたら大丈夫みたい。うん、本当にありがとうございます。いや怖いな。そうっすね。でも俺ちょっと一個引っかかってるとこあんねんけど。はい。まあまああの、生き量さんがいるって言ってたやん。はい。俺、ですよやと思うんだけど。ですよについてるんちゃうかなと思うんだけど。どっちかさ、ですよ寄りにおったから。そうっすね。うん。その可能性も。あると思うんだけど。これ、ですよに渡した方がいいんじゃないかっていう。バラモンさん、すごかったんで、うん、今後ね、またね、あの、いろいろあると思うんです。うんうんうん、今後長く続けていく中で、またそういうね、心霊現象が起きるかもしれない。はい、もう僕はもう、バラモンさんのとこに来まくりますよ。うん、もうバラモンさん、なんかあったらバラモンさん。合言葉はバラモンさんって言ってきたと思います。はい。とりあえず、ですよに連絡します。最後まで見ていただき、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。